宮殿はあの町の奥にそびえる建物ね。危険があると思うか。あってもなくても行くことに変わりはないわ。これスルドがマジでいいやつだったとしたら、シオン的には別に殺さなくてもいいかってなんのかな。あ、スキット出てる。この国のスルドデュオハリムについて誰か知っていることはないか。ないだろう。そういやシスロデンにいた頃傍術使いだって聞いた覚えがあるな。あ、ってことはあのプレイアブルキャラクターのやつ。やっぱよく知らねえけど長い棒切れ振り回して突いたり叩いたりする武術らしいぜ。あとは草だか木をどうとか、なんだったかな。草？やっぱ精霊術は使うのかな。メランシュは地の精霊力を集めているはず。なら植物に関わる能力ということかしら。人物についてはわからないか。もう少し情報が欲しいところだな。理解できない。やっぱり理解できないよ。散々ひどい目に遭わされてきたのに、ほんの何年か優しくされただけで。じゃあお前300年優しくしてもらったら許すんか。そんなん言っちゃってもしょうがないでしょうよ。人権もらえたならそれでいいじゃない。300年分の恨みより上の理由ってどんな理由。300年虐げられてきたからこそデュオハリムが救い主に見えたのかもしれないな。ちょっとアルフェンまでどっちの味方なのよ。落ち着けよ。俺が言いたかったのはただ思い込みだけで動くとろくなことがないってだけだ。まあ、実際救世主に間違いではないだろう。ここの国の人たちからしたらさ。頑固だなリーウェル。あのキサラって女スルドに仕えることに誇りを持ってるって言ってたな。それってレナに支配されてるってことじゃない。奴隷とどう違うの。違うだろお前。嘘。実力主義の社会。ちょっとバカじゃないの。上位にあるものが支配するのはレナにとって当たり前のことだ。どういう形であれレナがダナを支配している状況はここでも変わらないんだな。使える相手が尊敬できる相手だと心構えも変わるもんかね。そんなの絶対騙されてるんだよ。決まってる。確かに彼女の忠誠は強制されたものには見えなかった。だがカラグリアでもダナは奴隷として支配を受け入れていた。本心からの忠誠だとしてそれが自発的なのか強いられた結果なのかどうすればわかるんだ。まあとにかくスルドに会ってみようぜ。それでわかることもあるだろう。そうだな。宮殿に行こう。まあ別にこのキサラちゃんたちがな現状に文句ないならいいんじゃないですか。通りを行く誰もが他国から来た人がとやかく言うもんじゃないよ。本当に奴隷扱いされてないみたいだ。まさか本当に平等な扱いを。一体何のために。なんだか気味悪いぜ。結構な話のはずなのに。スルド・デュオハリム何を考えている。いいことなんだからいいじゃないの。ならば行くで。ただいまキサラちゃん。ただいまではねえな。いや急な住民の忙しいんですね。デュオハリさんはずいぶんこれ見よがしだな。装甲兵並びすぎやろ。おいおいおい。元から橋に避けとけ。あ、やっぱこのプレイアブルキャラクターのやつだ。こいつがスルドなんだな。お連れしました。ご苦労キサラ。君が噂の解放者カラグリアの炎剣か。なるほど。興味深い装いをしている。声渋いな。かっこいい。このエリデ・メナンシアのスルド、デュオハリム・イルル・ケリスだ。レナのスルド、正体を知った上でなぜ俺たちを招く。いらぬ騒ぎを起こされる前に誤解を解いておきたい。そう思ってね。雰囲気めちゃくちゃ怪しい。君たちは私を倒しに来たのか。でもこいつ味方になるってのはもう分かってしまってるんだよな。ムービーで戦うのか。その必要はあるまい。
ビスキントの中を眺める時間はたっぷりあったと思うが、鞭打たれる奴隷の一人でも見かけたか。兵士の気晴らしに殺される者、区域に会えぐ。喋り方が怪しすぎるだろう。え、どうなんだろうな、こいつ本当にいいやつなのか、実は裏でいろいろやってるのか、わかんねえ。笑顔をもたらした。それでも私に剣を向ける。やめろやめろお前。強い強い強い。ティオハリム様強い。ティオハリム様めちゃくちゃ強いんだが。見上げた大胆さだが私には通じない。いたずらに対する罰は必要か。痛い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 。ほう、危ないですよ。まあいい、トリガー引いちゃったらどうすんのよ。食事を用意させてやる。続きはそこで話そう。ケルザレク。はい、閣下。客人をご案内差し上げてくれ。かしこまりました。いや、不意打ちで銃撃つのはやばいぜ、シオンちゃん。キサラさん、なんでそういう冷静に見つめてんの。ティオハリさんは強いから大丈夫だって分かってたの。また考えなしに怪我をして。どっちがだ。いや、マジでなりきりで攻撃するなんてどうかしてる。何を怒ってるの。私たちの目的はスルドを倒すことよ。忘れたの。それで怪我するところだったじゃないか。今までだって怪我くらいしてきたわ。何だって言うの。いや、可愛いな、シオン。なあ、アルフェンはその単にあんたを心配したんじゃないか。心配。いや、よくわからないけど、なんていうか。無鉄砲、ほんとだよ、シオンちゃん。何やってんのって感じ。レナの味付けが口に合わなかったと見える。残念だな。エリスグリの珍味を取り寄せさせたのだが、今宵の出会いに。今更乾杯すんの。絶対もう食事始めてしばらく時間経ってたよね。なぜあんたはダナ人を解放したんだ。その言い方は少し語弊があるな。スルドといえど体制そのものを変えることはできない。だが苦痛を減らすことはできる。互いを尊重する主従関係、私がやったのはそういうことだ。なるほど、一応支配関係とかは変わんないけど、ある程度奴隷のままってことか。労働環境は良くしてあげましたよと。という点ではその通りだ。ただ不当な搾取の代わりに正当な報酬を提示している。現状望みうる限り最も理想的な共存の形だ。共存。ダナとレナの共存。スルドブリガはそれで勝てるとは思えないけど。ダナ人たちは鞭打たれていた時よりよほどよく働いてくれているよ。だがいずれにせよスルドブリガは重要ではない。なぜなら私は王の座に興味がないからだ。ああ、現状が平和だからそれでいいですわータイプかな。のんびり暮らしてきりゃよくねーみたいな。なんだか優雅な王族たちですな、これは。でもこれ兄弟とかそういうやつらなんでしょうけど、きっと。いや、広すぎるだろ。スルドを決める戦いか、これ。強い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 。というか相手が弱い。力の差がありすぎるだろう。よせ、勝負はもうよせ。棒でそんな鳴る。絶対痛いで済むか分からんけど。
なんだかんだこいつが一番強いからするのに選ばれたけど、そんな戦いなんてしたくなかったよっていう。私はあなたを絶対に許さない。いや逆恨みだろこの女大丈夫か。頭いかれてるぜ。絶対こいつ悪くなかっただろ今の。嘘。スルドに選ばれるのに本人の意思は関係ない。だが王は違う。ならばそこまで付き合う必要はあるまい。ああ力があったから勝手に自動的にスルドになっちゃったけど、別に王者になりたくねえよと。それでスルド同士の争いから降りたというのか。王の座を狙わないなら精霊力を集めるのにアクセクすることもないか。王なぞなりたい物好きがなればいい。この国が平穏であれば私は満足だ。そうやって自分だけ安穏としていられればいいというの。いやいいでしょ。言ってくれるな。そういう君こそ同胞を裏切り、スルドを二人も倒すのに手を貸している。そうまでして何をしようというのだ。レナの国はどんな雰囲気なんだろうな。本気で聞きたいわけじゃない。とにかく君たちとことを構える気はない。だがどうしてもここの秩序に挑戦するというなら受けてたと。さもなくば早々にどこへなりと立ち去ってもらいたい。ケルザレク、お客様方がお帰りだ。宿の手配を。エナ本国は結構殺伐とした空気なのかな。町の通りを進めばすぐそれと知れよ。今宵はそこで一泊し、明日早々に立ち去るがよい。嫌われちゃったじゃん。ほらシオンちゃんが急に銃撃つから。何やってんの。しかし豪華な建物だよな。部屋だけでいくつあるんだ。ちょっと気を抜きすぎ。もう少し警戒してよ。この後に及んで襲ってくるとは思えないけど。いやクソ広い、クソ広い。しかもちゃんと全部部屋書いてある。何ここ、ものすごいたくさん本が置いてあるんだけど。レナだけじゃない、ダナのあんな本やこんな本まで。リンウェル、気持ちはわかるが今は我慢してくれ。ごめん。早々に立ち去れって言われたのにこんな勝手に漁っとるもんな。え？レナの書物がダナの言葉で書かれていると。もしかして大昔はダナがレナを支配してたとかそういうことか。フルル、お友達がいるの？唐突のフルル、大丈夫ですか？これ衛生的に問題ありませんこと？いた、王冠だ。冠、お前いいのかそれ。フクロウの王様に立て続いてないかそれ。森もにぎわってきたかな。カラグリアの炎の剣か。そういやガナベルトもアルフェンのことそう呼んでたな。うん、レナの間ですっかり有名になってるみたい。いやまあさ、スルードぶっ倒したらな、話上がらんわけはない。なんでだ。それだけ奴らにとって脅威だってことだろ。胸張っていいんじゃないのか。かっこいいし。そんな単純な話でもないんだよきっと。その分狙われるかもしれないんだし。いやそういう意味でもないんだ。え、むしろレナのお偉い方はどうしてこれを野放しにしてるんだろうな。自分のことという気がしないし、そう思っちゃいけない気がするんだ。うまく言えないが。はあ、俺は単純にすげえって思うけどな。ロクはお気楽ですね。ミハグサールってなんだ。五稜の一つよ。そこと取引をしていたみたいね。
なんか不平等な取引をしてたくさいな。その国同士というか御領同士の関わり合いもちょっと気になるような関係性が。さてはてこの館一回一回全部一応見て回って漁り終わったから宿に帰りますか。いやちょっと館広すぎて探索するのちょびっと大変だったぜ。宿の用意があるって言うけどさ、レナの鋭だよ。いいの信じて。だからって今から町の外でやえってわけもいかないだろ。私はその方がマシだけど、猫身を襲われでもしたらどうするの。こいつ疑い深い、疑り深すぎるだろう。襲うつもりなら宮殿ですればよかったはずだ。真意はともかく敵意がないのは本当だと思う。だったらこんなところで立ち止まってないで早く行ったらどう。ヒヨンちゃん冷たいな。擦り切れた毛布、硬い寝床、臭くてまずい食事。何の話。労働の見返りさ。カラグリアじゃそれが全てだった。ここももらえるものは同じなんだろうが、質がまるで違う。ついでに自由に使える時間まであるらしい。こんなのどう受け止めたらいいんだ。カラグリアがことさら過酷だったってことではないの。シスロディアだって同じさ。寒いから建物と衣服だけはまともだったけど、投降記送りは懲罰だから、そもそも報酬なんてなかったしな。うん、あとは食べ物や生活の品を作るのが仕事だったけど、大半はレナのものだったし、マジで食事とかよう大人まで育ったなって感じなんだけど、絶対まともな食事食ってなかっただろ。やっぱりここが変わってるのか。変わってるっていうか異常っていうか。でも奴隷には違いないんだよな。そうだよ、いくら喜んでやってるって言ってもさ。これを奴隷と呼ぶのか一般社会だろう。頭がどうにかなりそうだ。まあでもそのぞれの国でしか生活してないからわかんねえか。スルド、キュオハリムか。今まで出会ったスルドとは随分毛色が違うな。キザなヤサ男っぽく見せてたけど、シオンの不意打ちにすぐ反応した。強いぜあいつ。まあさすがスルドのスルドなだけあってな、実力は本物なんだろうな。それに飯もうまかったしね。お前を食ってたんか。なんで褒めるの。相手はレナのスルドなんだよ。だが敵対する気はなさそうだった。そうじゃないよ、無関心なのよ。あらゆるものから距離を置きたい。私にはそう見えたわ。あーやっぱ同族だとわかるんだな。それでどうするんだ。街も平和だし。ルイは友を呼ぶというやつか。放っておいていくのか。そうだな。とりあえず今日のところは宿に泊まって考えよう。やっぱ睡眠でね、脳みそを休ませるのは大事よ。ここでいいですね。おやすみなさい。ようこそトツクニの方々。鋭角化の使いの者に受けたまわっております。そんな言葉初めて聞いた。はるばるのお越し光栄に存じます。猫ちゃん、どうぞごゆるりと。思ったよりまともね。え、部屋の話よ。ああそうだな。大丈夫？なんか目がうつろだよ。いや、え、これもしかしてさっきから少し頭がなんか薬盛られたか。変だな、疲れかもな。俺も妙にだるい。これ薬盛られたな、やられたな。おい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 、まだ私たちはここに来て何もなしていないのよ。しっかりしなさい。なんでこの二人は何ともないんだ。すまない、今日のところはこのまま休ませてくれ。明日朝またこの部屋に集合しよう。いいけどちょっとは用心した方がいいよ。安全って決まったわけじゃないんだから。あ、こいつら食事食ってないのか。多分アルフェはちょっと食って、ローはがっつり食ったんだろうな。だからなんかその薬の影響を受けたというか。いや、薬盛られたって確定じゃないけど。一晩寝たらすっきりした。何だったんだろうな、慣れないごちそう食べたせいか。それなんだけどやっぱり食事に何か入ってたんじゃないの。
本当に殺すつもりなら二人ともとっくに命はないわ。警告という可能性もあるでしょうけど。そういえばリンウェルは全然食べてなかったよな。腹減らないのか。後で自分で用意したものを食べたから。もったいない、あんな料理めったにお目にかかれないぜ。逆に聞きたいくらいだよ。敵に出された料理をどうして平気で食べられるわけ。まあ、料理を食うのが不用心すぎた。でもお前は敵対視しすぎ。同じ猿から取り分けたぞ。レナには効かない毒だってあるかもしれないじゃない。そんなある。よせリメル。てかシオンもちゃっかり食ってたんだな。さすがに食ってたんだな、あの大食いは。猫どこから。もうそれ偵察されてるね。なんか変わった飾りの。偵察猫や。待てよ、まるで呼んでるみたいだな。追いかけよう。あれもしかして別の母猟の猫とかそういう話。いや待って、本当にスパイの猫だった。早い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 って猫ちゃん。ああそこ見失わないようついていくんだ。どうしたんだろう急に。つなぎかもしれない。つなぎ。ああ、人目につきたくない連絡に訓練された動物を使うんだ。あの猫がそうだって言うの。誰かが私たちを呼び出そうとしてるってこと。確証はないけどな。すごいな、よく気がつくもんだ。古巣で仕込まれたってやつ。なるほど、他の五稜とかじゃなくてここの抵抗組織的なやつらの猫かもしれない。え、もしかして樹海に行くのか。樹海に行くんですね猫ちゃん。了解です。どこに連れて行く気なんだろう。わからないが見失わないようにしないとな。よく仕込まれてやがる。可愛い猫にしか見えないけど。動物大好きだねシオンちゃん。猫見失っちゃったね。ただここに連れてきたということはこの先に何かあるんだろう。奥へ進んでみましょう。ねえ、あの黒猫本当に誰かの使いなの。誰かに仕込まれてもしなきゃ猫があんな風に導いたりはしねえだろ。わからないよ、猫なんて飼ったことないし。まあそりゃそうだ。それに絶対フルルと喧嘩になると思う。食物連鎖の関係だからな。食われちゃうよ。スルドの仕業とも思えないが。理由がないわ。もっともスルドの配下でないとは限らないでしょうけど。部下が勝手にやってるかもしれないっていうのか。あのテュオハリムという男、スルドとして以前にレナとしてもかなり変わり者よ。皆が皆彼に賛同しているとはとても思えないわ。引き返すなら今のうちよ。戦、俺にはまだこの国の本当の姿が見えないからな。まあ町中の話聞いてる限りみんなが完全にね慕ってるってわけではなさそうだったな。気を引き締めていくわよ。地下の森っていうだけでも十分不思議なのに、ズーグルがうろついてるなんてゾッとしないな。なあ、いくら城壁で囲まれてたって足元がこれじゃ落ち落ち眠ることもできやしないぜ。ズーグルはレナのしもべ、その心配はないわ。はぐれがいても近づかせないでしょうし。ズーグルでズーグルを見張るか。道理で装甲兵の一人も見当たらないわけだ。誰かが身を潜めるにはもってこいだな。てかはぐれとなったズーグルはもう完全に言うこと聞かないのかな。猫ちゃんに触りたいんですねシオンちゃん。すまない、足が滑った。違ったわ。大丈夫か。あなたこそ。いえ、大丈夫なんだったわね。あなたは普通なら叫び声が上がってるところよ。あなたのね。ん？ああ、茨か。そうだな、
俺には無害だ。それよりいきなり触れたりして悪かった。そうね、気をつけて。ねえアルフェン。ん？いえ何でもないわ、気にしないで。ラブコメが始まりそうかと思いきや、そんなことは全然なかった。おいリーウェル、お前嫉妬してんじゃねえよ。ぶっ潰してやる。人類漏洩核。いこれは武具ですね、トパーズクローク。なるほど、強そうな武具だね。リンウェルの防具だな。全然強いじゃん、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。どうにか倒せたな。これはまた武器じゃないですか、誰かの防具かな。またオパールいらないな。興味深い構造だ。ほんと好きなんだね。どっちを向いても緑緑緑。カラグリアは岩岩岩だったぞ。シスロディアは雪雪雪だよ。何の話だよ。シスロディアはもうちょっとマシだったろ、もうちょっといろいろあったろ。あの国はちょっと牧場の様子を見ねえか。こんなところにお前、なんでこんなところにいるんだ。よろずや、待って、よろずやで牧場管理できるんだがありがてえけど、牛が育ったみたいだ。牛肉4つ、あ、それで終わりか。いるこれ。肉が手に入るだけか。ほんじゃまあボスかな。てか黒猫を追ってったのにどうしてボスなんだろう。不思議な光があったってことは絶対ボスなんだけど、どうしてこんなところでボスが出てくるんだよ。よくこんなに育つもんだ。てかこれがボスの足か。カラグリアは岩だらけだし、シスロディアは危ない。うわっ、なんだこいつ、ズーブルか。でかすぎんだろ。え、しかも見た目気持ち悪い。あの植物タイプのやつらか。ザカラネア。植物なら植物らしく。属性は地属性ですよね。裏口叩いてる暇があったら戦いなさ。足4箇所とも一応痛い。痛くない。はいはいはい、足が出たり出なかったりするのかこれ。なるほどな。待って、なんかこれ危ない。痛い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 、やっぱ危なかった。避けらんねえよ。範囲広すぎ。届く1個壊しの。これなんかたくさんブクブク出てきてしまってるから、今のうちに逃げろー。はい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 、まあでもなんかちゃんと見とけば全然発生が遅いから逃げられるんですね。オールとか使ってるとちょっとあれだわ。何これ避けるの間に合わなかったりするから、通常攻撃で立ち回った方がいい説あるかな。これ奪ってもらっといて、雑魚とはいえそんなね、なんか下手に温存するあれはない。いやこいつら魔法を使ってくる雑魚はね結構厄介だから、温存とかせずにバンバン倒した方がいい気がする。ダウンさせとくか。OK、 雑魚は終わったか。足4本とも壊した。違う、あそこの足だけか。ラストの足壊して本体が降りてくるんでしょう。降ってこないの。一応確実にこれ撃っても落ちてこないよね。まあダメですわな。まあ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 、これで全然削れるでしょう。バンバン使っとくか。OK、 これで終わりですね。あんま強くなかったな。雑魚的呼ぶのがちょっとめんどくせえぐらいか。まあまあまあ、レベル差もそんななかったしな。単純にただ戦いづらいだけだった。打点っていうか敵のね、大丈夫かみんな、暗い判定が高いから、ね、地上技でしか属性持ってないのにそれ当てらんないっていう。いたぞ。いやお前猫、お前俺たちを騙しただろう。そしてしれっと野営ポイントが出来上がってる。何かに感づいたようだ。ロウ君、私強くなったかも。
絶対怪しいやん。まあ行くんだけど、ここまで来て何もないってことはないでしょうね。少なくとも無駄骨じゃなさそうだぜ。本当に？まあいいや、追いかけよう。一番怪しいの君なんですけどね、よろず屋さん。あなたどうしてこんなところに。ユウは何しへ樹海へ。こんなところで焚き火なんかして大丈夫なのかな。火事の心配か。しっかり消せば平気だろう。むしろ火を恐れてズーグルが寄ってこないし。あなたたち、ここに何しに来たのか忘れてない？いいじゃないか、肩の力を抜くのも大事だろ。好きにすればいいわ。いいじゃん、料理作ってあげるからさ。よし、疲れは取れたぜ。ほんじゃま行きまっか。